ワンパーということで、フェラガミ実況、神田さんルート、続きのをやっていくんですけれども、いやー、まあ、前回を見た感じ、もう終盤感が出てきてますよね。あとはもうお父さんとの話ぐらいなのかなというところですよね。まあでも、ちょっとね、俺気になってるのが、このご褒美ですね。まあ、幸せのために頑張ってくれるなら、結果はどうあれご褒美を差し上げるということで、何なんでしょうかね。まあ、やばいご褒美ではないと思うけどね。例のシーン的なご褒美ではないのかどうなのか分かんないですけども、はい、見ていきたいなと思います。おーい。おい、いきなりか。いきなりですか。もう何、毎朝これです。もう毎朝ご褒美じゃねえかよ。もう朝か。目を覚ますと一緒のベッドで眠るカンナの姿というか、おっぱいが目の前にあった。だが残念ながら、例のあれがおはようはしていない。まあ、そりゃそうだよな。ほら、毎朝毎朝おはようしてたらもう、キリがないでも。脱がしたい。脱がしたいときましたか。いや、ここは自制しておこう。また妖怪乳しゃぶりとか言われるかもしれない。何より、しゃぶり出したら止まらなくなりそうだもんな。そうだね。まあ、そんなに好きなんだね。おはようございます、昴生さん。もうこの現状に対して何の違和感も感じてないカンナさんもカンナさんですげえよな。おはよう。もう起きる時間ですか。ああ、今日からまた店の準備に向かわないと。ああ、そっか、そうだね、前日にパーティーやったんだもんな。じゃあ朝食の準備をしますね。俺がやるよ。トーストでもいい。はい、私は構いません。というか、今日も作ってもらえるんですか。昨日みたいな簡単なのでもいいのなら。文句なんてありませんよ。卵をどうする。目玉焼き、スクランブルエッグ、ゆで卵。でもさ、俺思うのがさ、やっぱフレンチ、なんて言うんだっけあれ、フレンチトーストか。フレンチトーストってさ、あれいいよね。もう卵とトースト一気に食えるもんな。だから卵分もだから、その朝のね、その栄養価も取れるしみたいな、一石二鳥みたいな感じだよな。目玉焼きでお願いできますか。あいよ。にしてもやっぱバリエーションが少ないな。今までは放っておいてものぞみがいろいろとやってくれたから、あ、くれてたからな。こういう場合はやっぱり和食の方が変化をつけやすいのかな。ベーコンとかソーセージとかできることはいろいろとありますよ。あとピザトーストなんかも。ああ、いいね、ピザトースト。なるほど、ピザトーストか。やったことないけど確かにいろいろと変化はつけられそうだな。まあチーズが高えけどな。そう、チーズが高えんだよね。あのちゃんと大量にあのいいやつをさ、普通にスーパーで買おうとするとね、もう800円とか1000円とかするからね。めちゃくちゃ高え。それだけで別のものがいっぱい作れるっていう。チーズとかサラミとかそういうのも今度買っておこう。でもそれは今後の話。ところで昴生さん、今日はいつから起きていたんですか。いつからってカンナにおはようを言う少し前、多分1分も経ってないと思うけど。本当に。本当だけど、俺が起きた時間がどうかはしたか。別に。なんだ。ん、なんだよ。何か問題があるなら言ってくれよ。問題というわけではなくて、今日は乳首をしゃぶってなかったな。もう前もう妖怪だと思ってんだな、もうな、朝は。あれ、今日の昴生君妖怪じゃないぞ、どうしたんだみたいなね。逆に。逆にね。妖怪化した方が良かったのか。ねえ、そういう覚悟も一応していたものですから。ああ、規制がそがれたと言いますか。なるほど、カンナさん期待してたな、ちょっと。ちょっとは期待してたな。気持ちよかったんだな。俺にだって理性はあるからな。もうしゃぶらないんですか。登録しました。これはもう、いやー、これは来たな、ちょっと個人的に。しゃぶってあげましょうか。
何の話だこれ。しゃぶっていいの？それはまあ、そんな朝があっても怒りはしません。ん？もうよとか言ったらもう毎朝さ、しゃぶり尽くしちゃうよ。そういうことなら、おい、ちょっと待て、やめろよ。今日はもうダメです。時間も迫ってますから。そうだな、ちょっと編集点が出てくるところだった。甘いというか、もはや頭の悪い会話というか、うん、分かってんじゃねえか。そんなことを語らいながら、俺は温めたフライパンの上で卵を割った。カンナさんもやっぱ期待してたんだな。なんだかんだ。それじゃあ、俺は先に行くよ。はい、食器を片付けたら、私もすぐに行きますね。そんなに慌てなくてもいいよ。いやでも本当なんか家業みたいな感じだね、あのカフェが。それじゃあ行ってきます。行ってきますのはあれですか、不意をつくように一瞬だけ今度はカンナの方からキスをしてきた。行ってらっしゃい。にっこり笑ったカンナに俺はそのまま押し出された。いやこの行ってらっしゃいがちょっとさ、行ってらっしゃい。あ、違うこれか。登録しました。登録させてくれ。いや、いいね。もう家族だよ。今更キスでドキドキしなくても、もっと大胆なことをしたし、お互いの体も見てるのにな。まだドキドキする。今みたいに不意をつかれると特に。そうして胸が高鳴った分、足取りが軽くなるような気がした。あ、そうなんだ。それはよかった。おはようございます。おはよう。あれ、もう作業始まってる？俺遅刻しました。遅刻じゃないよ。帝さんには話したんだけどさ。おう。期間限定、数限定で今日からモンブランも作ろうと思って。あ、これはその準備。なんかすずねさん、まあね、休みはあったとはいえ、まあ切り替えはすごいけどさ、いやちょっとおかしくならないか体。だから栗をくり抜いているんですか。ちょっとやめてよ。つんまんねえダジャレとか言われたら、うん、ケーキの味までつまらなくなるでしょ。いやーいいなー、なんかそのつんまんねえのそのつんのところめっちゃ好き。違いますよ、今のはただの偶然ですって。前にもくったらねえダジャレを言ってたよね。なんかなんだろう、俺 M じゃないんだけどさ、そんなになんか鈴音さんの罵倒ならなんかちょっと可愛くて好きだな。今回のはマジで違います。っていうか、それならそうと言ってくれればよかったのに。どうしようか悩んだんだけどね。二人の時間を邪魔するのも悪い気がして。そりゃ、恋人との時間は大切ですけど。だからって、仕事をおろそかにするつもりもありません。俺もカンナも。そっか。恋愛ボケとかしてないならよかった。まあ若干恋愛ボケてるところはね、まあ私生活ではあるけどね。そりゃもう仕事は仕事としてきっちりしますとも。キリ、そいつは結構。そんじゃあまあ今年も頑張ってもらいましょうか。はい、いいね。勢いだけはな。ケーキ作りは順調に進み、問題なく支度が整った。そして新年一発目の営業が始まる。いらっしゃいませ。おお、活気ありそうだな。三が日を過ぎたとはいえ学生はまだ休みだ。会社だって休みのところもあるだろう。まあそんなにいっぱいはいないか。さすがにいつもより客足は鈍いが、それでも閑古鳥が鳴いたりはしなかった。まあ、おそらく、実家で休んでいた人たちが再び家に戻る際お土産として買っているんだろう。店内で食べるよりも持ち帰りのケーキの売れ行きが好調だった。いいことだね。モンブランが2つ、ザッハトルテとチーズケーキ、それぞれ1つずつですね。お持ち歩きの時間はどれくらいでしょうか。年末年始の休暇のリハビリにはちょうどいい客足だな。うん、そうね。なんだか浮かない表情に見えますね。あ、確かに確かに。休み明けにはちょうどいいかもしれないけどね。このまま客足が遠のいていったら困る。まあまあ夏目さん的にはまあそうだよな。このままずっと続いてってほしいっていうね。心配はあるまい。冬休みが終われば学生も増え、またいつもの忙しさになるだろうさ。
だといいんだけどね。きっと平気ですよ。だってほら、お客さんはちゃんと笑ってくれてるじゃないですか。まあでもあれだよな、まだ不安を持ってくれてるうちは夏目さんも安心な感じするよね。だってこれ夏目さんが満足しちゃったらさ、夏目さんね、まあルートでさ、まあちょっとああいう感じになってるけど、ちょっとまあ言わないでおこうか。この店の魅力が失われていない証拠だ。心配する必要はありませんよ。知ってますか、夏目さん。何を？ん？大切な思いっていうのはちゃんと伝わるものなんですよ。なんかいろんな意味でちょっと説得力あるのかないのかわかんないけど、なんか説得力ありそう。ああ、オチが読めた。うん。どうせ高峰くんに気持ちが伝わったか、もしくはその逆でしょ。はいはい、ごちそうさま。いいな、今の今のさ、表情の変わるこの なんていうの、2人ともこうクッと変わる感じいいね。そんな迷惑そうな顔をしなくてもいいじゃないですか。のろけ話を聞かされている間ほど無駄な時間もあるまい。まあな。閣下まで扱いがひどくないですか。言おうとしてた話の内容が違うならちゃんと耳を傾けるけど。違わないんかい。それ違わなかったんだ。それ見たことか。しかし気持ちが伝わるというのは覚えておくべきことだな。客を喜ばせたいと思わなくなれば、うん、それも伝わるという。確かにね。まあその海外とかだとね、もうほんとね、やる気ない店員とかめちゃめちゃいるんですよ。なんかあ、もう客入って、俺入ってきたのに、入ってるのになんかこう、いらっしゃいませとかはもう特になくて、ヘイみたいな。あの、こっちがね、手を挙げないで基本来ないしみたいな、なんかそういう店もあったりとか。いやー、ちょっとね、やっぱりね、その、こっちが喜ばせようって気概がないと、やっぱお客様はね、もう一回来たいと思わないかもしれないね。覚えとく。うん。そういえば、店はありがたいことに順調だけど、死神業務の方はどうなの？秋月さん、人間になったんでしょ？うん、ね。おお、そうだった。そのことで、一つカンナに頼みがあるのだ。カンナさんに？頼み？なんでしょう？それは、後でいい。営業中だからな。ほら、新規のお客だ。あー、なんかその教えるみたいな？先生みたいなこと？あ、はい。いらっしゃいませ。明けましておめでとう。おー、来てくれてるね。大家さん、明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いいたします。こちらこそ。あちらのテーブルでよろしいですか。ええ、ブレンドもらえるかしら。受けたまわりました。少々お待ちください。いやいやいや、でもやっぱり大家さんに始まり大家さんに終わるじゃないけど、やっぱいいですね、この大家さんとのこう下りというか。私ね、ずっと楽しみにしてたの。ここで入れてもらうコーヒー美味しいんだもの。休んでる間寂しかったわ。ありがとうございます。そんな風に言ってもらえて嬉しいです。とっても嬉しい。お店を貸してよかったと思ってるわ。お先短い私に楽しみをくれてありがとう。いやいやいや、なんか嬉しいね。こっちまで嬉しくなるわ。そう言ってもらえて嬉しいです。でもそんな寂しい言い方はしないでください。まあな。あら、ごめんなさい。でも心配しないで、しぶとく生きて美味しいコーヒーを楽しみ続けるつもりだから。お待ちしております。では今日もとびきりのを入れますね。よろしくお願いするわね。いやでもいい雰囲気だよな。最初の方はちょっと大丈夫かなと思ったけど。カンナさん、何かいいことでもあったんですか？てか今の可愛かったな。今のちょっと、もう一回ちょっと声だけいい？いやー可愛いな。表情がなくても。え、どうしてですか？だって笑ってるじゃないですか。とっても嬉しそうだから、いいことがあったのかなって。そうですね、大したことじゃないんですけど、とても素敵なことがありました。いやーいいね。まあもうこの店に関してはもう心配いらないな、ほとんど。
だからこれからは朝食にも変化をつけたいなって思うんですよ。ソーセージとかベーコン、あとはピザトースト以外に何かいいアイデアはないですかね。おすずねさんに。おお。黙れ、妖怪乳しゃぶりが。登録しました。いいね。なんかなんかこの話ぶり的にさ、こういうすずねさん結構さ、あのノリノリにこう教えてくれてんのかなって、まあ料理の話だからさ、なんかそういう感じかなと思ったらさ、高生くんから始まったからね。お願いしますか。めっちゃ罵倒してくれやん。黙れ、この妖怪乳しゃぶりが。妖怪は今関係ないでしょ。うるさい。仕事をおろそかにするつもりはないって言ったくせにのろけばっかり。いい加減うざいの。そうなのか。じゃあ次のルートを待っててくれよ。すずねさん、癒してやるよ。やりょう。やりょうって言っちゃった。やるよとやるをで、やるをってなんだよ。やるとやろうでやりょうになっちゃった。もうすいません、関係ないね。別にのろけではないです。俺はただ朝食の相談をしているだけですよ。それがのろけなの。そうだね。仕事の邪魔蹴っ飛ばすぞ。そこまで。たく、何の悩みもなく幸せなのは十分分かったから。悩みがないってわけでもないですけどね。お悩み相談だとか受け付けてます？ただいま受付時間外となっており。ずっと時間外だろ。ひどい、冷たい。逼迫してるなら考えもしたけど、意外と余裕がありそうだから。まあ相談してもなんとかなることではないけど。カンナと話した後、俺は親父に電話をした。けど仕事中だったのだろう、留守電につなげられてしまった。一応メッセージは残したけど、こういうのって時間が経つほど決意が鈍るのはなぜだろう。確かにな。悩むくらいならとっとと済ませてしまいたいんだけどな。ちょっといいですか。カンナ、フロアで何か問題が。いえ、そうではないんですが、ちょっと相談がありまして。あ、待って、別のボタン押しちゃった。店の件とは違うっぽいな。ん？なんか進まなくなっちゃったな。あ、すみません、エンターで進むようになっちゃった。すずねさん？はいはい、お好きにどうぞ。今は別に忙しくないから休憩ってことで。ありがとうございます。なんだろうね。それでどうかしたのか。実は帝さんから頼み事をされまして。珍しいな、閣下の方から頼み事なんて。その内容なんですが、うん、死神の仕事を手伝ってほしい。あー、やっぱそうなるんだ。死神の仕事ってことは魂の案内とか蝶の回収とか。はい、特にこのお店の場合、新たな死神を増やすよりもそっちの方が都合がいいだろうからって。それに私は元死神で、前向きになった魂の代表みたいなものですから、そういう部分でも手伝ってほしいと。ああ、まあいい影響を与えてほしいというか。あと私も使ってしまった魂の力の分、働いて返す必要があると思うんです。ああ、まあそれはな。今こうしてカンナと話していられるのは、図らずも蝶の力を利用することになったからだ。でもそれは結果的に蝶を前向きにしたのと同じことという結論になっていたはずだが、一応確認しておきたいんだが、死神の仕事を手伝うからって死神に戻るわけじゃないよな。はい、もちろん。もしそんな条件がつくのなら私も断ってますよ。まあな、だってまた送られちゃうもんな。ならいいんじゃないか。けどその心配がないのなら別に俺に相談しなくても。でも引き受けるとなると生活の時間にも影響が及ぶかもしれませんから。まあな。一人で勝手に決めずに話した方がいいと思って。いいね、こう何でもかんでも話し合えるっていう。やりたいんだろ、そういう雰囲気だもんな。そうですね、私が幸せになれたことで蝶を導くことができるとしたら、それは素敵なことだと思いますから。俺もまだまだ負債を返している途中だしさ、いいと思うぞ。あれ、
けど、あの鎌って人間でも使えるのか。私も知らなかったんですが、人か死神かよりも使い手の方が重要らしいです。そんな結構曖昧なもんだったんだな。なんか死神しか持てないものみたいな、なんかそういうものかなと思ったんだけど、そういうわけじゃねえんだ。そうなのか。そういや、あの服もセットなのか。別にあの服でなければいけないというわけではないはずですよ。ウェイトレス姿でも鎌は触れますから。でも鎌は見えないんでしょ、みんなには、その普通の人間には。え、でもさ、そういう意味ではなんか稀有な体質になったよね、このカンナさんもさ、コウセイ君もだって見えるんでしょ。蝶とかさ、いろんな見える状態で人間としてこう暮らしていくんでしょ。あー、でもすごいよな。営業中に目にも止まらぬ速さで振るってたこともあったっけ。あれはまあ魂に触れる際の霊装のようなものですね。霊装、絶対に着なければならないわけではないですよ。なんか FGO みたい。なるほどな。あれはあれでいいんだよな。あ、これはちょっとなんか感じてしまったぞ。こう白と黒の対比というか、とりあえずスカートの隙間から覗くガーターベルトがエロい。分かりみ。あらま、なんだか目がやらしい。もうこれはあるな。これはあるな。気のせいだろ。まあいいです。それよりも昨日の約束です。それに関してはごまかすつもりはない。ちゃんと話す。電話だってしたけど繋がらなかった。一応留守電にメッセージは残したけど、折り返しの連絡はなくてさ。ごまかしてるわけじゃないぞ、本当だぞ。わかってますよ。よかった、ちゃんと勇気を出してくれたんですね。ありがとうございます。そう言ったカンナが椅子に腰掛けた。そして自分の太ももをポンポンと叩く。あ、もう結構このシーンあるんだね。それが何を意味するかは確認するまでもなかった。はーい、膝枕ですよ。なんだこのもうバブミプレイは。柔らかいけど張りのある太ももが俺の後頭部を支えてくれる。好きだ、膝枕。神田さんが好きなんじゃないんだな、この膝枕が好きという。膝枕が好きなんですか。あ、訂正。カンナがしてくれる膝枕が好きよ。いいね、ちゃんとね。はい、よろしい。俺は好きだけど、カンナは重くないか。重いですよ、もちろん。コウセイさんは重い人ですからね。やめて。なんかいろんな意味でちょっとグッてきちゃうと思うよ、コウセイ君。え、体重の話？精神的に重いって話？どっち？さあ、どっちでしょうね。どっちもでしょうね。でも安心してください、好きな人を支えるのは私も好きですから。まあでも重いって思われちゃうとな、嫌だよな。ありがとう。ちなみにこの膝枕って言ってたご褒美。そうですね。あ、そうなんだこれ。そうなんだ。ちょっと残念そうだな、明らかに。安心してください、これはまずちゃんと電話してくれた分です。進展具合に応じて、まあそれなりに。それは楽しみだな。私も楽しみにしてますので。そう言ってカンナが俺の頭を撫でてくれた。優しく愛おしそうに、指の動きからカンナの気持ちが伝わってくるみたいだな。あカンナ。はい。俺が親父と話をするとき隣にいてくれるか。今さら何を言ってるんですか。ずっと一緒にいるって約束したはずですよ。まあ挨拶もしないといけないからな、お父さんにな。うん、ありがとう。なるほど、なんか大事な話になってきそうだな、この後は。膝枕で元気を回復してから仕事を続行。その日も問題なく無事に営業は終了。それじゃあ昴生さん、帰りましょうか。まあそうだな、一緒に暮らしている恋人同士だ。わざわざ別々に帰る必要もない。というか言葉で確認するまでもなく、俺が着替え終わるのを待っていてくれた。何の笑いですかそれ。なんだよ。なんか嬉しくて、こうして二人で帰れるのが。改めてか。
仕事を終わらせて二人の暮らす部屋に帰る。嬉しくないわけないですよ。まあ確かにな。まあこれだって初日だもんな、新年明けてさ。でも去年の最後の方はもういろいろあったしな。そうだな、俺も一緒に帰れるのが嬉しい。二人で並んで歩いたことは今までにもある。でも二人の部屋に帰るっていうのはとても新鮮だった。軽い足取りで俺の腕にカンナが自らの腕を絡めてくる。寒いですから。あーいいな。ちょっと待って、お気に入りボイスがちょっと増えてくな。登録しました。個人的な。あーそうだな、早く暖かくなるといいですね。これもいいね。登録しました。ちなみに俺これも好きなんだけど、じゃあ温めてやろうかっていう流れになるよ。どうだろう、俺は寒い方がいいかも。まあそういう意味もあるかもしれないけど。こうやってくっついていられるからとか言うつもりですね。いやでも俺まあ寒い方がなんかこう体温調節がこう服でさできるからありがたいかな。でも昴生さん、よく考えてみてください。何を？暖かくなれば薄着になります。うん、そしたらもっとダイレクトに感じられますよ。やったぜ。やったぜ。じゃあそうですね、薄着というかね、裸でエプロンしてくれませんかね。そうだな、俺は春が待ち遠しいよ。元気なやつめ。本当にわかりやすい人ですね。本当だ。もうでも待ち遠しい理由はそれだけじゃないけどな。春は桜とか、夏は海とか、秋は紅葉とか、カンナと一緒に経験したいことをたくさんあるから。うん、そうだね、いろんなとこ旅行とかな。はい、それは私も楽しみです。そうだよ、あのぞみさんとはハワイ行ったからな。ハワイだっけ、どこだったっけ、忘れたけどな。南国行ったからな。いろんなとこ行けよ、カンナさんと。はあ、寒、暖房入れるぞ。あとこたつも。お風呂も入れましょうか。先にご飯の方がいいですか、それとも。私登録しました。あのな、仕事から帰ったばっかりなんだぞ、そんな体力があるに決まってんだろ。キャー、なんちゃって。なんちゃってなんかい。ガチだったんじゃないのこれ。カンナ。カンナじゃないんだよ。ええ、本当にするんですか、うん、今から。じゃれ合いとかではなくて。うん、あの今の感じ多分本気だったよ、昴生くん。冗談だったのか。新婚ごっこのつもりだったんですけど、ほら夕食もまだですから。もう新婚みたいなもんだと思うけどな。腹がいっぱいになったら激しい運動はしづらくなるだろ。でもお風呂もまだ。これから汗をかくかもしれないんだ、後の方がいいだろ。あはじゃないんだよ、カンナさんも。ハンナの体を抱きしめる。おい待って、マジでこれ始まんの。唇を重ねて無理やり黙らせた。戸惑い気味だったカンナの目がすぐにとろけ始める。あーやっぱいいねこういうの。とろーんとなで、こう力が抜ける感じ。そしてカンナのコートを俺の手で脱がせようとした。ちょっと待ってください、ストップストップ。よかった。よかった、編集点が増えなかったぜ。どうかしたか。スマホ、昴生さんのスマホが鳴ってますから。やべえよ、もうまた例のシーンかなと思っちゃったけど、まあこの感じはお父さんかな。スマホよりもカンナの。いや大事だろスマホは。で今の状況だと気持ちはありがたいですけど、うん、ちゃんと出てください。昴生さんに電話があるなんて珍しいじゃないですか。確かに大事な要件に違いありません。だいたいメールだもんな。もうこんなこと話してる前に早く見た方がいいんじゃないか。確かに友達少ないけど切れ味鋭すぎませんか。このタイミングですよ、きっと。分かってるよ、この電話が誰からのものなのか。カンナもすぐに想像がついたんだろう。だからこそ俺に逃げるなと言っている。覚悟を決めて俺はカンナから体を離した。そしてポケットからスマホを取り出して確認。画面に表示されているのは予想通りの相手だった。もしもし、昴生話せるか。ああ、メッセージ聞いてくれたのか。俺に大切な話があるんだって。あ、ちょっとな。
いや待て、今のちょっとは話の内容についてじゃなくて、話したいことはかなり大切なことで。少し落ち着け。なんだ、お前にしては随分と緊張してるな。そんなに大切な話なのか？ああ、できれば電話じゃなくて直接会って話をしたい。こっちに帰って来られないか？まあ厳しいよな。お前がそんなことを言うなんて初めてだな。あー、そっか。まあ子供の時は言えなかったもんな。もういろいろわかんないことだらけだし、なんかこう電話とかもさ、お母さんが繋いでくれたわけじゃないんだろうし。そうだな、言い慣れないことを口にして自分でもちょっと驚いてる。別にからかってるわけでもないぞ。わかってるさ、明後日には帰る。おーい、でも帰ってくれんだな。そんな簡単に帰ってこられるのか？大事な要件なんだろ。もしかして仕事を切り上げてくるつもりか？そこまでもしなくてもいい。大切だけど緊急の要件ではないから、今の仕事に区切りをつけてからでいい。本当にそれでいいのか？ああ、それで問題ない。しかしどんな要件なのか気になるな。予想すらつかん。まあいろいろと大切な話なんですよ。いい話か悪い話か、うん、それくらいは電話で教えてくれないか？ああ、いい話だな。少なくとも俺にとっては。親父に会わせたい人、挨拶をしておいてほしい人がいるんだ。あ、もうこれで察したんじゃねえかな、この。カフェステラと死神の蝶。いや、もうこれでさすがに察したでしょ。ね。親父さんもな。じゃあもうちょい見ていきますかね。いや、どうしようかな。まあもうちょい行くか。あれ？ダメだ。え？待って。進んだわ。あー、じゃあちょっとね、進行がおかしくなってるんで、ちょっとここら辺で終わりにしたいなと思います。もうちょい行きたかったんだけど、ちょっとキリがいいからな。はい、ということで、じゃあまあ30分だし、いや、まあ次回でかなり、まあ、重要な話というか、まあ挨拶をしてって感じになるのかな。はい、じゃあ次回もお楽しみにしていただければなと思います。いやー、でもやっぱいい一枚絵がね、こう出てきてくれるとやっぱテンション上がりますね。あとはその周囲のいじりが激しくなってきてるっていうね。いやー、面白いです。妖怪乳しゃぶりとかな。はい、まあ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 、じゃあ次回ね、まあもう終盤だろうと思いますんで、あとね 1,2 回で終わりかもしれないんだけど、はい、まあぜひぜひ最後まで見ていっていただければなと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうね。